成田さんが日経テレ東大学とアベバプライムを引退するみたいですが、ひろゆきさんとの絡みはもう見られないんですか、まあ、他のところで絡む可能性あるんじゃないですかね日経テレ東大学に成田さんが出ないという発言をするのは、多分その公に出てる情報を拾って予測できる人がの段階であれば、まあまあそう、そうなるよね、だってなんだもんっていうので、理解はできると思うんですけど、で多分成田さんは。 それを書くだけだと、なんかちょっと思い入れが大きいというか、日経テルト大学に関して文句があるみたいに取られてしまうと思うので、多分、ついでにアベマプライムを入れたんだと思うんですよね。<laughs> <laughs>